蕎麦のガレットガレットはフランス料理の名称。フランスでガレットは丸く焼いた料理を意味するが日本では特に蕎麦粉生地を薄く焼いたブルターニュ風ガレットを指すことが多い。ガレットブルトンヌはフランス北西部のブルターニュ地方発祥の蕎麦粉で作られるガレットであり、主に小麦粉で作られるクレープの元になった料理である。蕎麦粉、水、塩などを混ぜて寝かせた生地を 熱した平鍋、またはガレット調理専用の鉄板に注ぎ、コテで薄い円形に伸ばして正方形に折りたたみ、完成となる。クレープと異なり片面だけを焼き、生ハムなどの肉類、魚介類、おろしたグルイエールやゴーダなどのチーズ、鶏卵、サラダなどで飾って提供する。卵は焼いている、途中のガレットの上に割り込み、目玉焼きのようにして火を通す。 熱いソーセージをガレットで巻いて提供することもある。中央にエメンタルチーズ、生ハム、卵を置いたものはガレットコンプレットと呼ばれる。ブルトン語ではクランプーズといい、語源的にはゲール文化との関わりが指摘される。ブルターニュ地方は雨が多く小麦の育成には不向きな土壌であり痩せた土地であった。ここに中国原産の蕎麦が イスラム諸国を経由して十字軍の持参により植えられると十分に育つ作物として認められるようになる。貧しい農民や労働者は近代初期まで蕎麦を利用したポリッジやガレットを主食とした。伝統的なガレットは食事用の塩味だったが現在は種類も豊富になっている。家庭以外でも専門店や屋台で買って食べられることも多い。クレープシュゼットのように ジャムやバター、リキュールで甘く味付けし、デザートとされることもある。注釈出店。ありがとうございます。